試合は3週間後。相手は糸久井率いるU20日本代表。勝てば代表の座はお前らのもの。しかし負ければブルーロックは消滅する。激しくなってる心臓に沿ってく。ここからが次のセレクションだ。U20日本代表戦レギュラーをかけたトライアウトだ。あいつらの間に割って入って自分の存在をどうアピールできるかが鍵。俺のサッカーを邪魔すんならぶち殺す。俺がやってんのはサッカーじゃなくて生命活動だぜ。こっから先は恨みっこなしっすよ。人生かかっとるみたいやし。あいあいさ、思考見え見えなんだよバカイサギ。バキュン、 A チームのアナはお前や。このままじゃ何もできないまま終わる。たった一つ行くぞリン。受けて立ちますよブルーロック。横に並んで戦える自信がないんだ。こんなとこで埋もれてんじゃねえよ下手くそ。世界一のストライカーになるのは俺だ。ブルーロックVS U20 Japan 10月5日土曜放送開始。